おはようございます。今日はホームの鹿児島戦です。ホームなんですけど、岩国っていうところで試合があって、結構遠いんで、試合18時からなんですけど、多分1時ぐらいにはもう行かなきゃいけないんで、準備していきたいと思います。今回ホームなんですけど、岩国がここから 2,3 時間ぐらいかかるんで、土日泊まりで行くことになってるんで、まあちょっといろいろ泊まる準備とかもして向かいたいと思います。でもう1時ぐらいに出ないといけないんで、今昼の12時ぐらいなんですけど、頑張ってきます。じゃあJumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. 降りました。ホテルに向かいます。取り付きました。今から飯食べていきたいと思います。うまい。これやばいよね、実際の。すごいショEven if the sky is falling down, even if the sky is falling down, the sky is falling down. 今日の試合なんですけど、まあチームの結果としては負けで、インサイドいない分のリバウンドのところと、あとトランジションをかなりやられちゃったっていうのが一番大きかったかなと思います。抑えるべきところを抑えれてなかったかなと思うんで、まあそこは修正して明日しっかりやっていきたいと思います。はい。で、まあ、個人としては、5分ぐらい出してもらったんですけど、まあ、シュート1本打って、まあ、外してしまったんで、で、フリーのシュートで、まあ、決めなきゃいけない場面だったんで、まあ、そこはちょっともったいなかったっていうか、まあ、決めきれなかった部分なんで、まあ、明日、チャンスが来たら、しっかり打ち切って、決めたいと思います。まあ、でも打ち切れたことは打ち切れたし、まあ、タッチも悪くないシュートだったんで、まあ、明日は入ると思うんで、まあ、しっかり、打てるチャンスを作っていきたいと思います。はい、寝ます。おやすみなさい。おはようございます。岩手戦2日目。岩手戦じゃねえ。おはようございます。鹿児島戦2日目です。頑張ります。何を？はい、準備できたんで。会場に向かいたいと思います。行ってきます。諦めきれないじゃん。はい、今岩国から帰ってきました。8時ぐらいです。あんまりプレイタイムなかったんで、筋トレしていきたいと思います。行ってきます。筋トレ行ってきます。